では、続いての質問です。戦前、京都に存在した八田烏系結社、ご了解ですが、戦後はどのようになったのでしょうか、その存在意義と起源も知りたいですと。起源<期限> <laughs> まあ、もしあえて言うなら、はい、まあ、表と裏というのが完成するのは、起源後。 3から4世紀神武天皇と人間早い日が出会ってからです、はい、あえてもし起源というならそうだしもし純起源純粋な起源というなら、うん、ジョセフであるジョフクがこれは仮面作りじゃないですよエイ、はい、という名前を持っているエイというのはエイ州で日本人のことです、ね、同じようにエっというエイ星というねこれは始皇帝のことですね、うん が日本列島にやってきて琉球民族のところへに向こう入りしますこれでいわゆるネイティブですね西日本側のネイティブジャパニーズの中にヤマト民族の血が入るでこれも実は合体そしてジ務の時にモノ物ベ系とハタシ系がこれでまた結婚する、うんうん、あえて言えば 神武天皇に対した逃げ早い日というのは僕が知っている限りは豊のことです、はい、豊は独身ですから神武は豊のところに向こう入りしたということになりますこれで陰陽合体、うんはい、まああえて言えば日本というのは世界で一番奇妙な国でいまだに神話時代が続いている、うん、日本で神話時代が続いているということは 日本列島は世界の縮図ですから<ー>世界がまだ神話時代を出していないというかというかもろ神話時代がどんどん進んでいるということですねだから僕はもうオカルトは現実に抜かれたと俺言ってるの今年になってからもうオカルトは現実に負けてる、うん、はいでは次はこちらですケネディ暗殺事件の 調査内容が公表されるとニュースで聞いたのですが、どの程度の調査内容の情報公開なのでしょうか、よろしくお願いいたしますうん、まだ生きてる当事者がいますからね、結構、はいえー、全部死ぬまでは、基本的には公表されません、全部死ぬまでは。あ もう死んじゃうためのよですから、うん、何言われても構わないという、うん、まあアメリカ的合理主義ですよねなるほど日本とかは例えば死んだ後でも名前がキがサイラにしますけどそうですね。